ストンにいた時はすごい恵まれてました。料理長が日本人の方だったので、行ったら球場におにぎりが50個ぐらいいつも置いてあって、僕はアメリカ人の方もおにぎり結構好きなので、はいはい、はい、やっぱり日本の生活には白米は欠かせなかったです。それで一気に白米の量を増やしました。そうした時に2年目に成績がぐっと上がって、シーズン終わりの最終日を迎えてもまだ全然戦えるっていう。高校野球と食事に関する議論を深めたいと思いますので、何をどうやって何のために食べるかについて考えるヒントにしていただければ良いのではないかと思います。日本型の食生活ということで、エネルギー源となる主食を中心に楽しく、まあ、明るくですね、美味しく食べようっていうのがうちの寮生活なんです。